佐藤彦五郎佐藤彦五郎や後日、野宿本陣母初代マサジ、佐藤彦五郎明治35年9月17日は、日本の村役人。下佐藤家当主で、日野塾、組合名主。江戸幕府の京都警備組織である、新選組の講演者で、多摩地域の指導者。初代南多摩郡長画後は、春日安政者。明治維新後は豊政を名乗る。 文政十年、武蔵国玉郡日野宿で生まれる。父は半次郎。母は、まさ。長男であった彦五郎は十一歳で祖父の十代彦右衛門から、日野本号名主、日野宿ど屋役、日野組合村寄せ場名主を継ぐ。高下二年、石田村の土方歳三の姉で十枚に当たる、徳と結婚。加盟二年一月十八日、日野宿を役隊化、祖名、 火事に見回った際、盗人によって、母親が眼全で残殺されるのを見て、武芸の必要性を感じ、開影三年に天然美新流三代目、宗家、近藤修介の門人となる。自邸東側の一角二日の塾では、初となる出稽古用の道場を設け、後の新選組の母体となる、近藤勇、肘方歳三、沖田宗次らが出稽古に訪れていた。 安政2年9月20日に、小野ラ村組合の寄せ花主、小島鹿之助が近藤と義兄弟の酒を交わしたことに影響され、同じく近藤と義兄弟の酒を交わしている。文久3年に、近藤らが幕府が募集した老仕組に参加して上落すると、彦五郎は近藤らに支援を続け、後に新選組となった後でも、所管など進行は続き上方情勢が蓄字。 伝えられたことは、多摩地方の地域指導者の政治意識にも影響しているとも指摘される。例えば、肘方が京都から上田村の親戚に書き送った手紙には、遺災は、彦五郎さんに聞いてくれと書いたものが残されている。資金面など何かにつけ佐藤家とは、手紙のやり取りをし、他の身としていたことが伺われる。また、近藤の状況後、 天然理心流当主の空白期間を穴埋めすべく、玉近在の道場まで出張稽古を行っている。なお、文久三年は、玉地方で農兵の取り立てが行われ、日の軸組合を中心に農兵隊が編成された。特に慶応二年の武州一騎鎮圧や、八王子ツボイセヤでの薩摩老子捕獲などで活躍している。慶応四年三月、蕎麦、伏見の戦いに敗れ、 江戸に戻ってきた、近藤たちを迎え彦五郎は、春日ガと称し、農兵隊を組織し紅葉陳部隊に加わった。しかし甲州勝沼の戦いに敗れて帰郷すると、遅延を頼り潜伏し官軍の追及から逃れて、身を隠れたが翌月、日の塾有志の嘆願により、公職に復帰した。明治維新後は、小島らと共に、近藤らの新選組大使の復権と検証に尽力した。 現在、高畑不動の境内に、純雪領有の碑が建てられているが、この混流にも関わっている。明治5年、なお利正と改め、明治11年、軍区町村編成法により、玉郡が東西南北に分けられた時初代南玉郡町となっている。明治35年、死去、去年76、彦五郎は俳句を趣味としていた。春す安静者という願語を持つ。 ありがとうございます。